はい、函館は4万何か1週間です。はい、実は2020年1月19日ですね。そして時間は6時5分頃です。この時間になりますと明治館はこのように素敵にライトアップします。そして明治館この前のですね木にはイルミネーション点灯しております。とても素敵ですね。冬の夜景というのはとても綺麗です。私も超おすすめしております。ぜひご旅行予定の方は冬の函館の夜景楽しみにして来てください。そしてちょっとだけ注意点が必要なのは、冬はやはり雪、吹雪がつきものです。ですので、そのような吹雪の場合にはロープウェイがストップして夜景が見れない場合もあります。その時にはどうぞご容赦くださいませ。また違った楽しみ方もあると思います。美味しい鍋を食べたりだとかですね、素敵な函館旅行を楽しんでみてください。それではまたお会いしましょう。函館和洋無難貸衣装館でした。